中堅戦ライジン大木久保博正ベラトー森口恭司ただいまより本日の第13試合ユーネクストスペシャルマッチライジン VS ベラトール全面対抗戦中堅フライ級マッチを行います。青コーナー165センチ 56.65キロ35戦30勝5敗群馬県高崎市出身第7代ベラトールバンタム級チャンピオン第4代ライジンバンタム級チャンピオン史上最強のメイドインジャパン堀口恭司。In the blue corner, standing at 165 centimeters, weighing 56.65 kilograms, representing Japan, Kyoji Horiguchi. 赤コーナー、162センチ、56.90 キロ、33戦25勝6敗2分け、岩手県久慈市出身、第6代シュート世界フライ級第8代シュート世界バンタム級王者ライジンジャパングランプリ2021バンタム級トーナメント優勝打倒極根性大木久保博正。 In the red corner standing at 162 centimetersweighing 56.9 kilograms, representing Japan, Hiromasa Ogikubo. Referee, Jason Hart. この試合は内陣 MML 各ラウンド5分の3ラウンド制で行われます。なおこの試合の勝者には U-NEXT 様、株式会社グッドライフ様、ユイマール様の各社より勝利者賞が贈られます。That's good. Very good. Very good. Yeah, what did you have to do?
Let's go.
チワメ、チワメ、回転の回転の回転の肘まで回ってます。1分経過。
っているのが近江高校です。
お伝えします。ジャッジ松宮、青堀口。ジャッジ豊永、青堀口。ジャッジマリナー、青堀口。予定視聴者、堀口恭司。勝利を収めました堀口選手にはジャパントロフィー様より勝利者トロフィーが贈呈されます。そして湘南美容クリニック様より勝利者賞が贈られます。続いて頭のバケツより勝利者賞が贈られます。あいつ強えな、あいつ強え、畜生。そして株式会社フットライフ様より勝利賞として愛犬のためのフロアコーティングドッグライフコートが贈られます。そして株式会社屋敷環境保全ニューマール長崎大村サンスパ店長崎運転荒木牧場代表取締役会長屋敷和夫様より勝利者賞が贈られます。皆さん、応援ありがとうございました。Thank you for the support and the cheers. 無事勝つことができました。Well, I won and the victory is thanks to you. だけど、大木久保選手がすごいタフで、なかなか KO を取れなかったです。ちょっとそんな大晦日にしてすいません。次は盛り上げるんで、ちょっと楽しみにしててください。ありがとうございました。Of course, my opponent, Ogikubo, was a very tough fighter, and thus I couldn't win by KO. KO has to wait for next year, I think. Please look forward to my next bout. Thank you. Hurry up, Mike Brown! Mingoto, victory を収め。ベラトール3勝目を挙げた堀口選手に皆様盛大な拍手をお願いいたします。